写真拡大。新型コロナウイルスの感染拡大で NPB や MLB の開幕が延期となる中、台湾プロ野球 CPBL は4月11日に2020年シーズンが開幕する。原則無観客での開催となるが、ラミゴモンキーズから今季チーム名が変更となった楽天モンキーズがやや異質な観客をスタンドに入れるようだ。スタンドでファンを応援するのはまさかのロボット。米全国紙 USA Today がこの楽天モンキーズの異質の取り組みに注目し、CPBL のチームがロボットのマネキンにファンの代わりを務めてもらうと紹介している。記事では CPBL のシーズンが開幕することになり、この新型コロナウイルスが蔓延する中、観客席を埋める意味である球団が想像力を働かせたとレポート。11日に開幕する台湾プロ野球だが、ソーシャルディスタンスを求められている現状から、球場には選手、コーチ、球団スタッフ、リーグ関係者ら200人しか入れないことになっている。空っぽのスタンドでプレーしなければならず、ロボット観客の導入を決めた楽天モンキーズのジャスティン・リュウ GM は、ファンの方たちを観客として迎え入れることは許可されていないので、ちょっとした面白みを出しても良いかと思っていますと、この狙いを説明する。